い、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、ケージに戻って、こゆちゃんがね、こゆちゃんが自分で戻ってトイレをしない、これを解決する、方法をね、今日話していこうと思います。これも僕のね、しつけ教室とかでこういっぱいたくさんね、こうね、あのなんだ、お問い合わせというかお悩みとか聞く中で結構上位に来ますこの悩み。まあケージの中に入れてたらもうほぼ 100% やねんけども、ガラガラとで、ただいまーガラガラと開けた瞬間、もう至るところでして全然戻らないんです。で、これを解決する方法ね、やっぱちゃんとあるので、そのね、基地の実行していただくとお互いね、ストレスが少なくなってきますので、こゆちゃんを迎えている方でもうね、ケージの中ではいいねんけど外では全然ないよね、これどうしたらいいんだろうかっていう方はぜひこれ最後まで見てほしいかなと思います。では本題に入る前に、お知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄にですね、それぞれリンク貼っておりますので、よかったらチェックしてみてください。はい、というところでね、ケージに戻ってトイレしませんと、この時にじゃあどうしてあげたらいいのかっていうことなんですけども、まず実践してほしいことは、ケージ以外のトイレ、これをね、設置することなんです。トイレに、ケージの中にトイレありますよね、寝床とトイレみたいな。で、それと以外に外にトイレを設置するんです。はい、これなぜかというと、ワンちゃん基本的にはめちゃくちゃ綺麗好きです。綺麗好き、はい、お留守番が少ない子に限りますけどね、お留守番っぽい子はちょっとね、あの綺麗好きじゃなくなる場合が多いんですけどね、基本的には綺麗好きです。はい、なのでケージの中では仕方がなくね、するけども、出ると戻ってしないんですよ、綺麗好きだからね。なんでかというと、やっぱり寝床と、ね、寝てるところの横でトイレって本当は嫌なんです。ただお留守番の間は仕方がなくしてる。で、解放されたからうわーやったーけど、ね、トイレ、小犬ちゃんっていっぱいトイレしたいじゃないですかね。月齢のプラス1時間しか我慢できないと言われてますからね、いっぱいしたいね、いっぱいしたいけども戻りたい、あー、あそこ嫌だ、でそこでしょうっていう感じになっちゃうんです。で、飼い主さんはなんでなんだみたいな感じでやって、うまくいかないんですよね。なので、これを解決するために外に設置っていうのがめちゃくちゃ大事になってきます。これはワンちゃんの気持ちを知るとうまくいくんですよね。はい、なので、ね、ぜひね、外にトイレを設置するっていうのを実践してほしいかなと思います。なるほど、小犬ちゃんの気持ちまではね、なかなか理解できてなかったら、今日から実践しますって方、よかったらいいね、コメントいただけると励みになります。よかったらお願いします。じゃあ、あ、これも聞かれるんですけどね、じゃあ外に設置するのもいいけども、何個置いたらいいんですか、何個置いたらいいんですか問題ですよね。それを今日ちょっと宿題でお話ししていこうと思います。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今日は、小犬ちゃんがね、こうケージに戻ってトイレをしないと、この時にどうしたらいいですかってことですけども、外にもトイレを設置しましょうね。じゃあ具体的に何個置いたらいいんですか。で、これで、ね、お家の環境とか、なんだろうな、あの広さとかね、全然何個ってちょっと言えないんですよ。そのご家庭によって違うんで。一つ言える共通点何かというと、あればあるほどいいです。もうたっぷり置いてください。で、減らしていくんです。これがめっちゃ大事。最初って実はね、あれケチっちゃダメなんですよ。結構最初1個でさせようとか2個でさせようとするんですけど、ね、やっぱその分成功率というか、ね、難易度は上がります。難易度は基本的に下げるっていうのはしつけの、まあ、基本中の基本ですから。で、難易度が簡単な状況にして1個ずつ減らしていくっていうのをやっていくとうまくいきます。減らすのも焦らずですけどね。なので、もうできるだけ増設するっていうのをぜひ今日から実践してほしいかと思います。まあ、こういった感じでね、このトイレの悩みについてね、今回お話しさせていただきました。で、まあトイレじゃなくても、ね、たくさん悩み出てくると思います。そういうのはね、しつけ教室でお話しさせていただいてるんですけれども、その前の入学説明会っていうのがあるんですね。そちらですね、下のリンクに貼っておりますので、よかったらチェックしてみてください。というわけで、ね、また次回お会いしましょう。さよなら。